第27回友人親王杯、世界選手権記念トーナメントになりますけれども、前橋競輪場で、5日から開幕、することになりました。本当に佳境になってきた2018年、岩城平のオールスターで脇本雄太が勝ったことで、まあ一つなんか区切りがついたような気もするんですけれども、ここからさらに脇本がどれだけ加速していくのか、そしてこの近畿勢が席巻している今、ここにどの地区が立ち向かっていくのか、非常にこう注目が集まってきます。特にこの関東勢、平原康太がコーチの共同通信社杯制しました。平原がやはりこう激しく牙を剥いて、他地区に襲いかかっていくというところ、そしてまた若手が非常にこう活躍を、見せてきています。ちょっと若手の中で太田龍馬であり、松本貴治、ちょっとまあ事故や怪我で欠場になったことは残念なんですけれども、他の若手勢がまた盛り上げてくれると思います。初日は、理事長杯と、特選、この特選は2個あるんですけれども、この3個レースに1次予選、9個で争われていきます。狙いはメインの理事長杯からいきましょう。理事長杯12レースになります。並びは2番、7番、9番、平原康太、武田豊樹、諸橋めぐむ、8番、5番、3番、南純、三谷隆起に、成田和也、6番、4番、川端智之、中川誠一郎、1番の浅井康太が短期になります。基本的には南純、三谷隆起と、まあ、成田もつくということで非常にこう先行しやすい、隆起が番手で仕事をして隆起がレースの中心かなというところですけれども、まあ本当に川端が、欠場明け、左鎖骨骨折の後とはいえ、本当にかましで襲いかかってくる。また平原は、まあ、中段取るのが基本なんでしょうけれども、南に隙があれば襲いかかってくる。南も逃げは逃げるんでしょうけれども、オーバーペースにならざるを得ない。その時に、短期得意の浅井が一まくり、本当にこのコーナーでは浅井の短期の時の全然よく狙っておりますけれども、本当にそのやり方に逆らわずシンプルに浅井から理事長杯狙おうと思います。特選10レースは渡辺和也が、佐藤慎太郎と福島コンビでこう人気になりそうなんですけれども、三重の伊藤佑樹、柴崎敦の二段掛けにこう村上弘樹がついていって、もしかしたらこっちが人気になるかもしれませんが、こっち狙いたいのと短期の、地元木暮安義、一人なんですが1、2着どう食い込んでくるか、木暮のこう覚悟が、問われる感じになります。11レースは脇本雄太、村上義弘を連れて早坂修子が完全にこう抵抗してくる流れなんですが、脇本がしのぎ切って、1着取って、またこういいスタートをこのシリーズに向けて切れるのか、見逃せないところになります。理事長杯まで、12個レース、目にこう焼き付けていきたいなと思います。